手旗信号を送るアメリカ海軍の上院手旗信号を送る。飛行船の上院手旗信号は手旗を使い、望遠鏡、双眼鏡で見える、可視範囲で遠方への通信を行う手段。その成り立ちから主に海上で用いられる。日本で手旗信号が考案されたのは海軍においてである。1893年頃、海軍の釜や忠道が 部下の道本場越えと共に考案したとされる。カタカナの裏文字を両手を使って書いてみせ、ほぼ誤りなく読み取ることができたことから、近距離の通信では実用信号として使えると判断し、海軍に進言し、正式に採用された。これが海軍手旗信号法になったと言われる。海軍の手旗信号法は、1893年には陸軍によっても採用された。 その後、海軍で覚えた信号法を商戦でも海軍手旗信号法を順用して使うようになり、1936年に海軍と統一した日本船舶手旗信号法として定められた。戦後になり、海軍が消滅したことなどもあり、海軍が規定していた発行信号とまとめる形で1952年に運輸証告時により日本船舶信号法が制定され、 手旗信号は引き続き、日本の船舶信号として採用されている。現状では、他の通信手段の発達などにより、商船や漁船の通信として使われることはないが、海上自衛隊では最も基本的な特技であり、入隊時に全員が訓練を受けるほか、海上保安庁でも訓練を受ける。海洋少年団においては、手旗信号を不自由なく、使えるよう訓練を行い、 全国大会などの大会競技として能力を競う。また、ボーイスカウトの訓練の一つに手旗信号があるため、ボーイ隊以上の携帯品の一つに信号用のくれない白旗が含まれることが多い。右手に赤旗、左手に白旗を持つ。本来の配列は色派順だが、便宜上50音順とした。日本の手旗信号は受信者から見て、 正一になるように、おおむねカタカナの形状を反転して振るようなアクションを行う。ただし、すは、すんを模した形、ねは、こを模した形などというように工夫がされている。この項目の出典はこちら。1933年に国際信号書として、手術の通信法が定められたが、通信技術の発達により、旗流を用いた信号の利用範囲が限定される。 こととなった。このことから、1961年に政府間開示協議機関により、国際信号書の改定計画が立案、承認され、1968年に新しい国際信号書が使用されることとなった。この新しい国際信号書では、下記のセマフォア信号ではなく、モールス符号を機種、または都市にて送信する方法が定められている。 書き引用部分における文字を鍵カッコで囲んだ部分の符号は、それらの文字が結合した一つの符号のように送信する。手端、または都市により、モールス信号を行うときには、次によるものとする。呼び出しかなる信号方式でも良いから、信号、K2 を送信する。またこれに変えて、呼び出し信号、AAA、AA、AA、AA を表示しても差し支えない。 応答受信局は、呼び出しを受けたときは、応答信号 T を使用する。ただし、手端、または都市による、モールス信号で通信ができないときは、信号 IS2 を可能な方法で送信する。呼び出し信号及び、応答信号の使用呼び出し信号、AA、AA、AA 及び、応答信号 T は、送信局及び受信局においてそれぞれ使用する。 送信の容量両手を使用して送信することを原則とするが困難な場合は片手で送信することができる。就寝信号信号はすべて就寝信号を AR で終了する。注意各区間の間隔及び文字と文字、富士と不あざ、語と語の間隔はまさしく受信しやすいように配慮して適当に取ること。海上保安庁監修国際信号書第8版。 ありがとうございます。